こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、ヤフオク仕入れ以外の違法ではない転売の仕入れ先、初心者が売れる商品の仕入れ先を大公開しますというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画はですね、こちらですね、まあ、先日流した動画なんですけど、ヤフオク仕入れ、メルカリですね。こちらはですね、仕入れがちょっとですね、難しくなってるっていうことで、ぜひね、それ以外で稼げるね、仕入れ先、ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。はい。こちら大まかに見ていただけるとわかるんですけど、まずですね、ヤフオクストアですね。ヤフオクストアっていうのは、ヤフオクの、ヤフオクストアってあるんですけど、審査にね、取った方が出してるショップですね。なので、こちらでしたら、自己開示ね、ちゃんとした住所全部入ってます。なので、こちらの方で仕入れていただければね、個人売買ではないので、ぜひね、こういった、ここをね、使っていただければいいかです。はい。で、次なんですけど、店頭仕入れですね。これは、ショップですね。お店に行って仕入れます。カメラ北村さんとかね、ショップ仕入れですね。そういった対面ですね。を使っていただくといいかと思います。その次なんですけど、ネットショップ。これはですね、これも北村さんとかね、まあいろいろです。まあカメラですよ。藤谷カメラさんとかいろいろあるんですけど、まあそれ有名なショップですね。このショップで仕入れていただければね、問題ないですね。まあぜひ利用していただければいいかと思います。はい。あとは新品ですね。これは新品の商品を仕入れていただければ問題ないですよ。ただ個人ですね。個人、知らない人から仕入れること禁止になってますので、ぜひね、もし新品の商品入れたい場合は、直接ね、個人の知ってる方とか仕入れていただければいいかと思います。あとは店頭ですね。で、入れていただければいいかと思いますね。はい。あとは輸入ですね。輸入は外国から輸入していただければいいです。まあ、韓国とかアメリカとか、まあ、どこでもいいんですけど、輸入していただければ、ね、いいかと思います。はい。で、あと、アマゾンなんですけど、このアマゾンの仕入れはですが、特定商取引がで、出品者の本名が出てます。なので、こちらが仕入れても問題はないです。これはね、ぜひ安心していただければいいかと思います。はい。で、まあ、結論から言ってしまいますと、個人の知らない方から仕入れる、ネットからね、まあ、禁止になってます。はい。なので、できればね、もし個人でしたら直接仕入れですね。で、何かあった時に、私も昔あったんですけど、警察から本当に電話かかってきますので、まあ、そういった風に言っていただければ問題ないですよね。こちらの方から購入しましたって、もう直接、相手も知ってますので、そういった風にやっていただければ問題ないので、ぜひね、気をつけていただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube か質問は受け付けてません。LINE 登録によろしくお願いします。本日は、最後に見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。